キャラクターの設定、生い立ち、あまり裕福でない家庭に生まれたがフィンランド人、オオカミ F1 子の特徴である離婚率、浮気率が非常に少ない家族愛あふれる家庭で育った。幼少期からモトクロスバイクに乗り始め、カートレースにエントリー、数々のタイトルを獲得。その功績を認められ、スノーホワイト学園初等部に無試験、入学金、授業料免除で入学する。初等部時代、初等部のミキはいきなり結果を出す。1年目後半戦からテストでの結果が認められ、レギュラードライバーに昇格、4戦4勝を挙げる。2年目からフルタイムレギュラードライバーに昇格、優勝確率7割、全戦表彰台を獲得。チームメイトに一度も負けることなくシーズンを終える。ミキの戦績に目をつけたスノーホワイト学園校長バウザーがワンダフルフォーミュラのテスト走行にミキを呼ぶ。初のワンダフルフォーミュラを乗るミキは、当時のエース F1 こと遜色ないタイムを叩き出す。当のミキは、ワンダフルフォーミュラのマシンはとても簡単、初等部のマシンに戻って走るより簡単だ。この言葉とタイム結果を受け、バウザーはミキを初等部からワンダフルフォーミュラカテゴリーにステップアップさせる異例の決断を行った。今まで7度のワールドチャンピオンに輝いたシューミ、そのライバルネンネンが中等部からワンダフルフォーミュラに1段飛び級はあったが、初等部から2段飛び級は後にも先にもミキのみである。ワンダフルフォーミュラ時代、1年目からエース F1 子と同等のポイントを取り、スノーホワイト学園はチーム初のワールドチャンピオンシリーズ進出を果たす。しかし開幕当初はワンダフルフォーミュラを取り仕切る IODFF 国際ワンダフルフォーミュラ連盟からミキへのスーパーライセンス発行は予選リーグ限定とされていた。予選リーグのレースを見て IODFF に認められ、通常のスーパーライセンスが発行された。2年目からはスノーホワイト学園エース F1 子に抜擢されるミキ。当時6度のワールドチャンピオンシューミと最終戦まで争うが、惜しくも2位で終える。シューミに比べると優勝回数が少なかったが、抜群の安定性でシューミを追い詰めた。3年目は予選リーグで苦労したが、決勝トーナメントからは圧倒的なマシンパッケージを持って予選決勝を圧倒する。しかしマシンの信頼性不足に泣くことに、ほぼ毎戦トラブルが出るため、最速のマシンガラスのスノーホワイト学園と揶揄されてしまった。ワールドチャンピオンシリーズ第2戦鈴鹿グランプリで、予選はエンジンギアボックストラブルにより最後尾よりスタートするが、最速のマシンを武器にオーバーテイクを連発。ファイナルラップの1コーナーで一発でフィジコをパス、トップでチェッカーを受けた。史上最高の大逆転レースを演出し、逆転のミキの2つ名を得る。物語が始まる本年1年前、雨のイタリアグランプリモッツァサーキットにて、当時のセカンドドライバーモンファンの代役で参戦。初優勝を収めたチャンチャン、スノーホワイト学園はチャンチャンをセカンドドライバーに迎える。チームメイトとあまりコミュニケーションを取らないミキだが、チャンチャンは友人と公言している。このチームワークを武器に、念願のワールドチャンピオン獲得に向けてワンダフルフォーミュラのシーズンが幕開けする。次回はルイス・ハミルトンをモデルにしたルイースのキャラクター紹介。